皆様、明けましておめでとうございます。2015年はライトルワーフィッシングチャンネルの動画をいつもご覧いただきまして本当にありがとうございました。2016年のお正月、いかがお過ごしでしょうか。幸いのことに、このお正月三が日、どうやら全国的に天候は穏やかなようでして、比較的釣りに行きやすい地域が多いんじゃないかなと思います。ですので、こうね、三が日、一度は釣りに行ってみてはいかがでしょうか。かくいう私もですね、1月の3日に釣りに行く予定です。何の釣りをするかと言いますと、今、研究中のサーフアジングです。一体ね、砂浜でアジがいつまで釣れるのかっていうのを、すごい確かめてみたいんですね。ちなみに、12月29日に、サーフアジングやってきたんですが、その時はですね、釣れる砂浜と釣れない砂浜というのがすごいはっきり分かれましたね。で、今までのようにどこでも釣れるわというわけではなくて、やはりラン&ガンしてアジの群れがいるところを探さないといけないという、そういう状況でした。12月29日のその釣りの時は残念ながらの動画は撮っていなかったんですけども、次回の1月3日の朝光の時は、動画をねちゃんと撮って、一体どういう状況なのかというのを、お伝えしていきたいと思います。どうぞご期待ください。はい、そして今回はですね、よくいただく質問に対してお答えしていくという、そういうコーナーにしていきたいと思います。いわゆる Q&A コーナーですね。で、一番多い質問というのが、一体どこで釣りをしているんですかという質問が多いんですよ。私の動画の一番最初に若狭湾と琵琶湖がメインフィールドっていうふうにね書いてますけど、まあその通りで、私はですね、若狭湾と、淡水でしたら、琵琶湖ですねをメインにやっています。で、まあ私は基本的に自分だけのオリジナルポイントとかいうのは全くなくてですね、もうこういうのに乗ってるところに全て行ってます。もういろいろね持ってます。あんまり見せすぎたら、著作権の問題が出てきますが、まあこんな感じでね乗ってますんで、ねくてマゴチとかねスズキとか書いてますから、この書いてる通りにやると大概、結果はそれなりに出ます。ですので、こういう本にね書いてる通りにまずはやってみるっていうのがおすすめかなと思います。まあこの本はちょっとね古いんですよ。確か1977年に発行されてますので19年前ですね。ですので、この本を入手するのはもう難しいかと思いますが、最近でしたらね、こういう、琵琶湖大名海マップっていうんですかね、とかがありますので、こういうのにね、もしも琵琶湖へ釣りする場合は見ていただければいいでしょうし、こっちの、海釣りのね、方もですね、リニューアルされて売ってると思いますので、釣り具屋さんとかで、見てみればいいんじゃないかなと思います。はい、そして次に多いのが、魚が釣れません、どうしたらいいでしょうかという質問なんですけども、まあこの魚というのは、その方によってはアジであったりメバルであったりブラックバスであったり、まあそんな感じで、なんですけども、こういう質問をいただく場合、もうね、できれば
具体的にどういう状況で釣ってるのかとかをね教えていただけるとすごく答えやすいんですよ。ただその釣れませんどうしたらいいですかだけだと、まあ頑張ってくださいとしかねなかなか答えにくいんですよ。ですので、例えば私は、どこそこに住んでますと、でそこのなんとか漁港によく釣りに行くんですが、そこは海藻がたくさん生えててメバルもたくさんいます。そこでジグヘッドを使ってメバルを釣ろうとしてるんですが、もうキャストした瞬間にジグヘッドが海藻に引っかかってしまってなかなか釣りにならないんです。そして結局ほとんど釣れないんです。こういう状況を打破するにはどういう釣り方をしたらいいでしょうかとか、そんな感じでですね具体的に質問していただけると私も具体的にお答えできると思います。釣れませんどうしたらいいですかっていうねちょっと抽象的な、質問のされ方ですと私もまあ頑張ってくださいとかそれぐらいね抽象的な答え方しかできませんので、できる限り、具体的にご質問いただければなと思います。はい、そして次にですね多いのが何でもいいから釣りたいのですがという質問ですね。ですね何でもいいから釣りたいという場合は何も釣れない場合が多いです。と言いますのも、ベテランの方がすごい経験積んでる方がもう様々な釣りを経験してきてた上で何でもいいから釣りたいっていう場合は何でも釣れる場合が多いんですけども、初心者の方が何でもいいから釣りたいっていう場合だともうねすごい中途半端な釣りになってしまうんですね。ですので、例えばもうメバルを釣りたいんやったらもうメバルを釣ると、そしてアジを釣るならばアジを釣る、ブラックバスを釣るんやったらブラックバスを釣るっていう感じでね、もう必ずターゲットをですね決めていただきたいんですよ。そして、例えばメバルでも、シャクメバルとを釣るのと15センチぐらいのメバルを釣るっていうのはまた釣り方が変わってくるんですよ。ですのでもうできる限りターゲットをもう明確にしていくんですね。ターゲットを明確にしていく先にいろんなね魚が釣れるという、場面に遭遇できるんじゃないかなと思います。まずはターゲットを明確にする。はい、では次に多い質問なんですが、違う対象魚のタックルでも釣ることができますかという質問なんですけども、まあどういうことかと言いますと、例えばアジングロッドでブラックバスを釣ることができますかとか、あとはエギングロッドでシーバスを釣ることができますかとか、そういう類のね質問なんですけども、これは釣ることはできます。できますが、かなり限定された使い方になりますし、そのロッドの特性を十分理解してさらに釣る魚の、性質もちゃんと理解した上で使う場合はちゃんと釣れるんですけども、そうじゃない場合は、結局何も釣れなかったっていうパターンに陥りがちになると思いますね。はい、では次の質問ですが、LINE の交換はどのぐらいの頻度でやっていますかという質問も多いんですけども、これはですねその対象魚によっても変わってくるんですけども、だいたい私は10回ぐらい長江に行けばラインを巻き直してますね。ですが1回長江に行くとだいたい糸の先端の方はちょっとね弱くなってますので、およそ1メートルから3メートルぐらいは、切ってます。そして、こういう、PE に種というのもあるんですけども、こういうのをですね、LINE にかけるだけで、持ちが良くなりますので、こういうのをかけています。
ただまあ、例えばアジング用のラインとかですとすごい細いので、割と頻繁に交換するんですけども、ブラックバス用のラインとかはもう太いやつですと20ポンドのナイロンラインを使ったりするんですよ。そういうものはもう1年ぐらいは買えない場合が多いですね。はい、それでは次に行ってみましょう。次はですね、アコウとかガシラとかタケノコメバルといった根魚を釣るときに効果的な仕掛けはどんな仕掛けですかという質問もちょくちょく見られるんですが、私が主に、動画でも紹介してるんですけども使っているのは、このゼロダンという仕掛けか、もしくはダウンショットリグといって、これのもうちょっと重りとフックが離れた位置にあるというそういう仕掛けでやっています。で、どういう場面で使い分けをしているのかと言いますと、このゼロダンっていうのは完全にボトムを攻めるときに使います。あとすごい根掛かりがしにくい仕掛けになってますので、もうこの場所では絶対根掛かりできないなっていうような、まあ、あの船が並んでるような漁港とかね、ロープがあるようなところとか、そういうところではもうゼロダンを対応します。で、例えばゴロタ浜とかサーフで、アコウを狙う場合、アコウというのはあのボトムにある餌も狙ってくるんですけども、全体的に、ね、若干ちょっと浮いてることがあるんですよ。中層のルアーとかにもあの反応することが多いので、そういう場合は、ダウンショットリグを使ってます。意外とね、アコウはね表層でも来るんですよ。一回だけねポッパーで釣ったことあるんですよ、アコウ。それぐらいボトムよりも中層かなで釣れる傾向がある魚なんで、そういうアコウを狙う場合はダウンショットリグでやってます。ですがガシラとかムラソイとかね、そういう完全にボトムで釣れるような魚は、このゼロダウンを使ってますね。はい、では次ですが、質問というよりもご意見なんですけどね、動画の BGM をなくしてほしいというご意見がですねたまにあるんですけども、これはですね、なぜ BGM が挿入されているのかと言いますと、最初私が思ってたのは、この動画を見ていただいているあなたにも魚のなんか引きを感じてもらいたいと思ったんですよ。例えばもうヒットした瞬間に釣り人本人でしたら、あ、これは大きい魚だなとか、ちっちゃい魚だなとか、これはメバルだなとかね、これはガシラだなとか、そういうのがわかりますけど、見ている方は何がヒットしたのかわからないじゃないですか。ですので、なんとなくその引きを感じてもらいたいっていうのがあって、BGM を挿入したんですよ。例えば、20センチ以下のアジの場合は、この曲。そして、20センチ以上のアジの場合は、で、例えば、次は、ブラックバスの20センチ台、20センチから、29センチまでの場合は、この BGM。で、30センチから40センチのブラックバスの場合は、この BGM。というふうにですね、BGM を変えることによって、ご覧いただいているあなたにも魚の引きを感じていただきたいという、
そういうね、思いがあったんですけども、ただね、最初の頃の私の動画を見てみると、確かに音がね、でかすぎるんですね。もう、まあ、聞き方によっては、やかましく感じるのがありましたので、最近はちょっと BGM の音量を落として、やってます。もしくは、その場面によっては、全く流さない場面とかね、そういう風にメリハリをつけてやることによって、より一層、ご覧のあなたにも、なんでしょうね、その、引きを、たすがの引きを感じていただける、その雰囲気に浸透していただけるんじゃないかなと思ってます。まあ、またね、視聴者の方からご意見がありましたら、そういうのはどんどん取り入れてやっていきたいなと思っています。はい。では次はですね、これが最後の質問となります。なぜ、YouTube を始めたのですか？これはですね、直接、YouTube とかで、そのコメントとしてご質問いただいたっていうわけではないんですが、私が、釣り場で実際にお会いした方が、大抵、この質問をされるんですよ。で、なぜ YouTube を始めたのかというと、ほんとね、最初は何気なしです。なんとなく、なんか面白そうやなと思って始めてみたんですね。と言っても、どうやって動画を撮っていいかわからなかったんですよ。どうやって動画撮っていいのかなって、わからなかったんで、もうしょうがないから、とりあえず、写真をね、デジカメの写真を何枚かもうアップロードして、いわゆるスライドショーにしたんですよ。で、しかも、ツイートは全く関係なくて、新緑の画像とか、もみじの画像とか、そういうのをですね、何枚かアップしてっていう感じだったんですね。で、まあ、それはそれでしばらくもうほったらかしにしとって、その後ですね、まあ、自分がその YouTube を始めると、他の方の動画も見るようになるんですよ。そして、やっぱり私も釣りが趣味ですから、釣りの動画をよく見るようになって、で、ああ、じゃあちょっと自分も釣りの動画をアップしてみようかなという気分になってきて、そっから、じゃあどうやったら動画を撮れるのかっていうのを、まあ本を買ってきて、勉強し始めたんですね。それで、釣りの動画をアップするようになっていったんですけども、まあね、最初の頃の動画をね、ご覧いただくとよくわかるんですけど、ほんとね、ほんとしょうもないんですよ。何やねんこれって言いたくなるような、もうね、なんか18センチぐらいのブラックバスを1匹だけ釣ってる動画とかね、なんかブルーギルを釣ってる動画とか、もうね、ほんとね、なんだこれっていう感じの動画ばっかりなんですけども、まあそういう動画でもね、とりあえずアップしていくと、おのずと、もっと魚を釣りたいなっていう気分になっていくんですよ。で、もっとね、大きい魚とか、もしくは珍しい魚とかね、そういうのを釣っていきたいなっていうふうに思うようになって、で、より一層、どんどん、私自身、釣りにのめり込んでいったんですよ。それまではね、休みの日にたまに、まあ釣りに行く程度で、ほとんどもうなんか家でゴロゴロしたりとか、そんな感じだったんですけども、もう YouTube を始めてから、休みのほとんどは、もう釣りに行ってるか、動画の編集をしてるか、どっちかなんですよ。ですので、まあそういった意味ではね、YouTube を始めてよかったなと思ってるんですよ。ですので、私がその YouTube を始める前と、今に比べると、だいぶね、釣りの、技術も上達したかなと、自分なりには思ってます。まあね、本当に上手な方からするとね、まだまだ、分かってないなとかね、下手くそやなと思う部分もあるかと思いますが、まあ、私自身は、本当にね、YouTube 始めて、良かったなと思ってるんですよ。こうやって皆様とのね、いろいろコメントでやりとりもできますし、
楽しい思いができてるなと思ってます。でもしね、あなたもちょっと YouTube 始めてみたいなと思ったらですね、かなりおすすめですので、ちょっとねかじってみてはいかがですか。もしもね、どうやっていいのか全くわかりませんっていう場合は、私に一声ねかけていただければ何ぼでもお伝えさせていただきます。まあどこもといってもね、本当に本格的な動画の編集とかはよくわからないんですけども、まあ普通に見れる程度でしたら十分できますので、ぜひねチャレンジしてみたいという方がいらっしゃったら、ぜひね、チャレンジしていただきたいと思います。何かしらねこういうの新しいことを始めるときっていうのはもう最初ね、何でしょう、最初の一歩、ファーストステップがねすごい重いんですよね。なんとなくやりたいなと思ってても、やっぱりやめとこうとかね、忙しいしやめとこうとかねなるんですけども、ね、でも最初の一歩さえ踏み出せれば、あとはねもうすごいスムーズに進んでいきますので、ぜひYouTube、特に釣りがね趣味っていう場合はもう YouTube 始めてみるとより一層上達すると思いますし、また新たな世界が見えてくるかと思いますので、ぜひねほんの少しでも YouTube やってみたいなと思う方がいらっしゃったらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回のところは、これで、Q&A コーナーは終了といたします。ですがまだまだ、聞きたいなと思うことがありましたら、どんどんご遠慮なくコメント欄でご質問いただければなと思います。それでは2016年もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。